ごい花ちゃんのブローチをしてきた。そう、うん、画面が変わると思います、うん、そろそろ。でもこう聞こえててもね、もうこの前段階、うん、楽しそうだなっていう感じでいいと思うんですけど、雰囲気がね伝わったらいいと思う。花子さんそういうの作られてるんですか？彼女はこういうアクセサリーのデザイナーなんです。あ、そうなんだ、はい、なんかでもデザイナーさんっぽいですよ ね、うん、ですよね、華やかな感じが、うん、そうなんです。ちょっともう初期の頃の私は結構作品なんですけど、彼女出会った頃にすぐに素敵いいと思って買っていただいて、すごく言われて、それどこで買ってんのとか言って結構聞く。映ってますもん。あ、そうなんだ。映らない。こんにちは、お待たせしました。はい、私の幸せが一番 TV、 春日智美です。今日もよろしくお願いします。この番組は幸せ夫婦の作り方についてお伝えしています。特に40代50代、大人になっても幸せな夫婦を増やしたいという思いで発信しています。うまくいっている素敵な女性にその秘訣を聞いてみようという大人女子トーク番組です。よろしくお願いします。はい、今日も素敵なゲストさんにお越しいただいています。早速ご紹介します。奥中純子さんです。純子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、では純子さん、少し簡単に、はい、自己紹介を、はい、あちらのカメラにお願いします。はいはい、ありがとうございます。兵庫県は尼崎市阪急塚口駅のすぐ近くで、自宅サロンを使って、微量だけれども足りていないミネラル、日本化ミネラルですね、日本古来からあるスーパーフードである発酵食品をコラボさせた、教室などをさせていただいてます。あとはですね、開運とか、あとは言霊とかをテーマに、皆さんに笑顔になっていただけるような風水ランチ会とかオーラ鑑定ランチ会なんかも主催させていただいてます。その時にお料理なんかも作らせていただいて、ビジョンプランナーからの立場から、はい、作らせていただいてます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。すごい、純子さんめっちゃお綺麗でしょ。今日のともみさんのベレー帽めっちゃいいです。そこに触れますか？はい、ベレー帽スルーしてください。買って帰ったろかなぐらいの感じです。私もめっちゃ今めっちゃ本当に恥ずかしいんでスルーしてください。はい、本題に行きますね。ありがとうございます、純子さん。はい、カメラ戻りました。はいはい、では早速どんどん伺っていきたいと思います。はい、純子さんのファンの方もね、今日いっぱい見てくださってると思うので、いいでしょうかね。はい、はい、まずですね、ご結婚されてどれくらいですか？はいはい、もう息子が7なので28年に、はい、ね、30年選手ですね。30年選手になってきました。どんどん今日はね、はい、もうお話しして、ね、お聞きしたことがいっぱいあるので、うん、どんどんいきますね。はい、どのように知り合われたんですか？はい、主人とは、私が大学1年生の時に、うん、私は女子大出身なんですが、うん、主人の大学のテニスサークルに入ったことが、うん、はい、きっかけで、テニスを通して、ね、もうね、うん、トレンディードラマみたいですよ ね、設定が昭和って感じですよね。そうなんですよ。はい、本当めちゃめちゃ同世代なので、はい、びっくりしちゃいました。今全然聞いてめっちゃ近いと思って。いや、もうね、そう。はい、テニスですよ、テニス。なんかテニスってときめきますよね。そう、私が勝手にテニスってときめきます。はい、青春を感じますね。かっこよかったんですね、はい、きっと。うん、私もすごく不純な理由でテニスを始めてて、エースを狙い、もう分かる人が分かる、はい、もうお蝶夫人、うんうん、はい、あ、でもお蝶夫人の雰囲気めっちゃありますよね。お蝶夫人は高校時代から意識してまして、はい、ずっと巻き髪だったんです。いや、はい、母たちがこうピンカールしてこう、うん、寝てたでしょ。してました。私も実はピンカールして寝てたんですよ、当時から。そう、16歳ぐらいの時から意識高い系ですね。そうです、はい、じゃあ純子さんめっちゃお綺麗なんで、
お顔、そうそうそう、そう、はい、本当に本当にほら、はい、めちゃめちゃお綺麗で、あ、まだ嬉しい、ありがとうございます。でもお茶、そうなんだ、やっぱ意識するって大事ですね、はい、すごく本当にそのまんま、みんな知ってるかな、お蝶夫人知ってる方もめちゃ、はい、もうめちゃそのまんまですね、はい、ありがとうございます。お蝶夫人ファンの方になんかブーイング来たり嫌いなと思ってるんですけど、高校生で巻き髪ってすごい、高校生の時から巻き髪してました。結構自由な学校だったので、はい、全然パ パーマ当てたなかったんですけど、うん、あの、うん、なんかピンクのね、スポンジみたいな、そう、 あれを巻いて寝てました。そう、めっちゃ聞きたいけど、はい、まあ、さっき進まないよ、はい、これで終わりそう、はい、そうか、はい、面白かったですよね、演奏狙い、はい、めっちゃ見ました。リアルタイムで見てたのかな、あれちょっと分かんないけど、再放送でしょうね、きっとなんかね、うん、すごい映像がね、うん、はい、そう、お蝶夫人にを意識してテニス部に入られて、はい、宗像コーチみたいな、うん、じゃないじゃない、はい、私の方がうまかった私テニスの経験があったんですけど、主人は違うかったんですよ。あ、はい、そうか、高校からやってた。私ははい、ちょっと高校からやってたので、もう高校から意識してたから、まあ、ね、あ、そうです、ゆるくやってたから、ゆるって、まあ、不純でしょ、動機がいや大事です、はい、うん、やっぱそう、なんかこう憧れから入る方が続きますよね、はい、そうなんですよ、はい、いや、そうなんです、ちょっとめっちゃ面白いねんけどな、はい、ちょっと待って、はい、だから、うん、テニスはじゃあご主人様より純子、はい、さんの方が上手だった、はい、私が教えてたと思います、確か。あ、本当に、うん、はい、打ち方とかね、私なんか経験者だったんで、そっか、はい、じゃあそんな、うん、まあもう、もうなんかもう恋が芽生えそうな感じです、もう聞いてるだけでね、はい、でもまあ改めて聞いてみると、うん、はい、どんなところに惹かれたんですか、うん、はい、そうですね、私のことをね、拘束しない人だったんですよ、まあ、無関心といえば無関心だったかもしれないけど、なんかどこに行ってたのとか、誰といたのとか、もう帰ってくるのとか、そういうことを一切聞かない、自由にやったらいいやんっていうような。それはでも、うん、あれですよね、お付き合いされてからですよね、はい、そうです、そうです、ね、あ、だから結婚を決めるきっかけっていう感じですね。そうですね、それもありますね、はい、もう、じゃあ、うん、そのね、お付き合いされるようになった後、うんうん、はいはい、その付き合いするきっかけですかね、この人が素敵と思ったところ、はいはい、っていうか、そうですね、それはね、本当に誰にでも優しくって、あのレディファースト、その当時から、うん、の人でしたね、なんか、はい、気遣いのできる人というか、私たちの高校、うん、大学ぐらいってやっぱりまだまだなんかこう男性リード的な感じですよね。そうです、そうです、年上の方も周りも多かったですし、そういう方と、まあ、あの合流してたので、その中で同年代の主人がなんかこう等身大で気取ってなくて、うん、それでもまあなんかこう周りにすごく気遣いができる人だったので、多分それが多分決め手だったかなと思います。え、じゃあこのなんていうかな、うん、大人で年の離れた大人の男性でお金もいっぱい持ってて、うん、なんかいろんなこと知ってて、なんか車とかもあってみたいな、当時だったら、うん、アッシー君とかね、そう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 、ね、多分ね、純子さんの周りにそういう方がいっぱいおられた中で、うんうん、時代でしたからね、そうですよね、はい、でも逆になんかこうそういう遊びじゃないけど、うん、そうですね、あんまりそこは気取らない人だったので、できひんことはできひんって言ってたし、なんかこうイタリアンフレンチに連れてってくれる大人の男性よりも、はい、屋台のラーメン一緒に食べるぐらいの、そうですね、なんかその方が惹かれたんですね、はい、なんか珍しかったんでしょうね、きっとね、珍しかった、それが珍しかった、はい、なんかね、はい、もう時代でしたからね、あの頃ね、いや、はい、何に惹かれるかっていうのは分からないですかね、うん、分からないですね、はい、でじゃあお付き合いされて、うん、やっぱりそのお付き合いされてても全然拘束されないし、うん、そうですね、あとレディーファーストで優しいし、うんうんうん、そういうところで、うん、あ、この人って思われたんですね、うん、なるほど、じゃあそうやってご結婚までスムーズに、はい、あ、どれぐらい付き合われたんですか、そうですね、交際されたんですか、大学の4年間まるまる付き合ってるので4年ぐらいですかね、はい、で結婚してますんで4年まるまる、はい、なんかこう目移り言葉悪いな、目移りされなかったんですか、うん、だって絶対めっちゃモテたと思うから、いやいや、そんなことないんですけどね、お蝶夫人やもん、うん、自称ですけどね、いやいや、もうだってめっちゃほらにめっちゃ美しいんですよね、はい、ありがとうございます、もうね、両親に感謝ですね、いや、はい、本当両親に感謝、ご両親にも お会いしてみたいぐらい、そうですか、うん、全然似てないんです両親と、本当に、はい、私結構背高いんですけど、うんうん、両親はね低いんです、私よりだいぶ低い、お顔は顔も似てないんですよ、
お調布人じゃないんですね。お調布人じゃないんです。聞きたいことがいっぱいで進まないんですけど、はい、またまた次回ね、はい、そうそうバージョン2をね、はい、ぜひ来ていただこうと思うんですけど、え、なんだっけな、あ、そう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 、うん、そうだから目移りされなかったんですか。そうですね、なんかな、ま、でも大学生活も友人たちとすごく楽しく本当に謳歌してたので、うん、あんまり、まあ、あの男友達はもちろんいましたけど、あんまりそういうのはなかった気がしますね当時は。へー、うん、すごく充実してたんでしょうね、はい、あ、そっか、うん、多分ね、すごいも表になる。そんなことないですよ、もうあの中身男なんで。でもなんかこうそうなんですよね、お調子のビジュアルだけど、はい、中身男なんでね、あのそうそう、お話はサバサバされてる、うん、感じはします、はいはい、なので女性っぽくなかったんで全然、多分だからモテるとかそんなではなかったですよ、はい、お友達多かったですけどね、絶対モテたと思いますけどね、はい、まあ、でも目移りせず4年間一途にお付き合いされて、ね、はい、ご結婚されたと、はい、はい、じゃあ、さっきね30年選手でしょ、うん、ご結婚されて長いですよね、 はい、そんなラブラブなお二人でも、うんうんうん、やっぱりその危機、はい、ってきっとどうだろう、はい、終わりでした、はい、多分こちらにね、あの出演された中で多分私が一番波乱万丈な結婚生活だったかなって多分思うんですけど、ありました。はい、私はもうあの主人と別居する時代が、暗黒の時代が私はもう暗黒って呼んでるんですけど、ちょうど6年ぐらい前に暗黒の時代、結構最近なんですよね、6年前で結構、はい、結構ね、30年の中では割とこう、はい、やったからそれだけ仲が良くっても、はい、結婚生活って、うん、なんていうかな、簡単ではないんですよ。簡単ではないですね。そう、はい、簡単ではない。だから最初だけですね。だからそう、こういう配信とかこういう活動を、うんうんうん、まあ、あの私はしてるんですけど、はい、それでもやっぱりあの、うん、結婚とか、うん、そのなんていうんですかね、夫婦とかパートナーとかって本当にすごくいいものだと思っているので、はい、まあ、こういう活動一生懸命しているんですけど、はい、やっぱり純子さんご夫婦にも別居時代があったっていうことですね。はいはい、そっか、じゃあ、うんうん、そうだな、あんまりそんなにそのなんでとかはあれですけど、はいはい、でも今はじゃあどうなんですか。今はね、おかげさまで私が今お仕事とさせていただいてるあのミネラルと発酵なる暮らしをお伝えしてるんですけど、自分がそれを多分6年前から入れ出したことで、多分私の腸内環境が良くなって体のデトックスが始まって、多分人が入れ替わったぐらいになったのかな、はい、なのでもう人は帰れないっていうことをこの6年間で分かったことと、うん、自分が変わることで周りがどん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 変わっていくっていうところで、うん、多分それで多分主人ともよりが戻すことができたのかなっていうふうに自負しております。いやー、はい、なかなか、そこになかなかの、はい、そこがもう本当にもうだからこそお伝えできるかなっていう、はい、ミネラルと発酵腸内環境がすごく大事だよっていうことが多分誰よりも伝えてるのかなっていうふうに思います。いや、うん、なんかあの、うん、そうか、え、腸内環境なのって今多分ね、うん、聞かれてる方びっくり、ね、はい、え、そこってね、はい、腸内環境すごく大事なんです。なんかコミュニケーションとか、うん、その、まあ、態度仕草とか、はい、考え方とか、うんうん、いろいろある中で、はい、まずは食べ物、うん、てか体に入れるもの、食べ物、はい、飲み物、うんうん、で、ご自身の腸内環境が整うと、うん、ご自身のその気持ちとかが安定して、はい、そうなんですよ、はい、ご夫婦円満になるっていうのは、うん、はい、なんかちょっと目から鱗ですよね。そうですね、あんまりこう、ね、結びつかないようなイメージなんですけども、うん、調整するものは人生を制するってね、もう最近ではよく耳にする言葉になったんですけど、本当に腸に腸をいたわってあげる、うん、腸を大事にしてあげる、腸っていうのは己って書くんですけど、うんうん、自分自身を大切にしたからこそ多分主人も大切にできる、うんうん、気持ちにつながっていったのかなっていうのは自分の経験でしか語れないんですけど、はい、そのね、今のお仕事を始められて、うん、はい、腸内環境が整ってっていう、はい、その順番的に言うと別にそのご主人様とよりを戻したいから、はい、そういう体にいいことを始めたというのではないんですよ。もちろん違います、ね、家族のためは家族のためでしたけど、もちろんね、私がそういう知識があると、うん、きっと家族も幸せになるんだろうな、子供たちがっていうところからスタートして、決して主人を治したかったとかいうわけでは実はないんです、ね、はい、
まあ、ちょっとね、うん、事前にお話お伺いしてますけど、うん、はい、別居されてそのまま戻るつもりがないからこそ真剣に新しいお仕事に取り組み始められたんですよね、うん、すよ、はい、きっとね、あの離婚したくて今のそうなると経済がやっぱりいるので、ね、そうですね、女性はね、はい、なのでその時に選んだ仕事が今の実は仕事なんです ね、はい、なのに、はい、真逆を言ってるねえ不思議な感じ、本当にこれは素敵なエピソードで、離婚したくて始めたお仕事でよりが戻ったっていうことですよね、はい、恐ろしいマイストーリーになってます今、はい、でまあよりが戻っただけじゃなくてすごく仲がいいんですよね、うん、あ、おかげさまで、はい、いろんなとこに一緒に旅行に行くようにもなってますし、あの忙しか、私が忙しいと家事も手伝ってくれたりとか、お母と風呂沸いてたりとか洗濯物畳んでくれてたりとか、本当に感謝しかないんです今、はい、私が変わったからでしょうねきっとね。いや、うん、でも本当さっきからおっしゃってくれてる、うんうん、私が変わったからっていうのはすごい大事 な、はい、なんですよ、見方というか捉え方というか、はい、でさっきねおっしゃってくださったように、うんうん、相手はやっぱり変えれない、はい、変えれないですね、はい、変えにくい、変えにくいです、うんうん、でも自分は変われる、はい、で自分が変わると、うん、変わって欲しかった人が変わってくれる、はい、あとは言霊ですね、うん、ちょっとその、 あの今の会社に入ったとか、まあ、代理店として入った時に言霊道っていうのも一緒に習うことになるんですね、うん、でそこで教えてくださった私の大先輩が、うん、出したものが返ってくるっていうことを教えてくださって、うん、宇宙の法則なんですが、うん、そうですよね、そうなんですよ、だから発する言葉を、まあ、主人が憎いとか嫌いとか、うん、愛しいとかっていう言葉よりも、うん、主人に対して愛してる、大好き、うん、いつもありがとうっていう言葉を置き換えたことも多分大きかった、言霊が、うん、本当にそういうことをここではお伝えしたい、もうだからもう本当にぴったりなゲストで本当にありがとうございます。その、まあ、すごい大事なんですよ言霊って、はいはい、でもその今まで言い慣れてない言葉をすぐに出せました、うん、これね教えてくださった方が、うん、ついてる子っていうね、すごく楽しい大先輩なんですけど、うん、その方が感情込めなくていいよって言ってくださったんですよ、うんうん、愛してなくてもいいから、うん、ありがとう愛してるっていう言葉さえ言えばいいよって教えてくださったし、本当に時もお金もかからなかったので、うんうん、これやったら私でもできるかなっていうところがありまして、それでもうすぐ実践することにしたんですね、はい、多分、うん、そうだと思います。感情がいらない、感情がいらなくて言葉が先でも、うん、言葉を発してくると、うん、まず発することに慣れて、うん、で慣れていくと、その次に感情がの追いついてくる、はい、乗っかってきたんだと思います、楽しいっていう感情が。で、うん、今思ったんですけどね、はい、そうは言っても離婚したかったわけじゃないですか。でもその言葉を発することを始めたっていうことは、純子、うん、さんの中に、うん、離婚したい気持ちもあったけど、うん、その逆の、はい、ご主人様への愛も残ってたってことですかね。残ってたというかね、まあ、主人とより戻すきっかけは主人がちょっと病気になったことがきっかけなんですね、うん、でその時に、まあ、ちょっとびっくりしてた時代に、まあ、普段私の手料理を食べてたのでずっと結構だったんですが、びっくりしてから多分寂しいのもあったし、あとは食事がもうコンビニエンスの、ね、お弁当を毎日食べてたと思うんですね、多分手取り早かったから、多分それも多分私の中では、うん、ちょっと体を壊すきっかけになったのをなんとなく私の責任じゃないかなっていうふうにちょっと捉えちゃって、でそれだったら私が今やってるお仕事が、まあ、食育であったりとか食で体を癒すっていうところ、食べたもので体はできてるから、おそらく私だったら彼の病気を治すことができるっていうふうに確信があったんですね私は。だから彼と一緒に暮らすことで、主人と一緒に暮らすことで必ず病気を治してあげて、うん、元の、旦那さんにちょっと戻そうっていう、うん、多分意思が働いたのかなと思います。懺悔、はい、の意味も込めて、うん、いやでもだってもう別居して離婚するぐらいの気持ちになってるのに、うんうんね、目の前で、うん、病気になられて弱られた旦那様を見たら、はい、やっぱり何とかしてあげようって、うん、それも愛ですよね。そうですよね、きっとね、やっぱり大事な子供たち の父親だったし、やっぱ子供たちは父親のことが大好きだったんで、そうなるとやっぱ子供たちもねやっぱり悲しむんじゃないかなっていうところも多分あったと思いますね。なる
よ、うんうん、いやお優しいですね、やっぱりそんなことないですよ。まあでもミネラルと発酵と腸内環境のおかげですね、これは本当にそれに尽きます。あ、ね、あそっか、その純子さん自身が変わられたっておっしゃってましたもんね、変われなかったと思います、それがなかったら。あとはやっぱり仕事、この仕事を教えてくれた女性とか、やっぱり一緒に今仕事で走ってる仲間ですね、はい、そのお仕事をね、うん、始められた時に、はい、食べ物でその、うん、その性格的なところとか発想も変わるっていうことに、うんうんうん、最初こうお話聞いて信じられたんですか、うんうん、私ね、母がとっても健康志向で、うん、土からこう生えたものを食べないといけないとか、お薬に頼ったらいけないよとか、うん、サプリメントとかも選ばないといけないよということをね、うん、実はもう習ってたんですよ。あ、そっか、じゃあもうなんかこう DNA があったんですね、そうなんです、根本にね、はい、で発酵食品を作る祖母がいて、あ、そっか、はい、もう脈々とですね、そうなんですよ、うん、なので、まあ、そういったものは体にすごく大切だっていうのは小さい頃からもうそういうものを食べてたので、うんうんうん、はい、だからあえて取らなかった、そういうジャンキーなものを取らない、だからお蝶夫人が出来上がるんですね、美しいもんね、やっぱりね、うん、入れるものでそうですよね、はい、純子さん姿勢もめちゃめちゃいいの、それは関係あるんですか、また別のこと、姿勢はね、体型にもすごく関係してるんですよ、そうでしょう、そう、私もめっちゃ頑張るけど、はい、やっぱりそこまでいかないので、はい、そうなんです、やっぱりこのお仕事してて、うん、やっぱり私っていう人間がやっぱり全てだと思ってて、うん、私からね紹介するものが、うん、ちょっと私がねだらしなかったりとか、うん、姿勢が悪かったりとか、うん、なんかちょっとこの人からっていうものがあってはいけないなと思ってるので、本当それはプロフェッショナルすごい素敵です、はい、でやっぱりジョンコさんみたいにこう、うん、シュッとしておきたいとかね、うん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 、やっぱりいつまでも美しいっていう感覚を持っておきたいっていうふうにやっぱり思ってもらいたいお仕事なので、うん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 、だからそこはやっぱりこういう仕事してるといろんな方とお会いする機会が、うん、ね、はい、多いので、そこから学んだ結果なんですよ。あ、じゃあ一応学びに行かれたんですか。はい、学びにというか、この仕事してる人たちの中にそういう教えてくださる方が本当に安い金額で、あ、なるほど、はい、教えてくださったので、やっぱりこう教わって初めてこう姿勢も正しい、うん、そうです、そうです、はい、で、それは何かこうずっと意識し、あるいはそれをずっとされてるんですか、今も。もちろんしてます、学びも。学びはね、その時だけなんですよ。あ、そっか、でもそこで学んだことをずっと自分でキープできるんですね。はい、してます。見せ方っていうのはやっぱり大事なんね、この仕事やっぱり、ね、いや本当に、はい、そう、なんか、うん、さっきね、中身は男ですっておっしゃってたけど、うん、本当にプロフェッショナルを感じてかっこいいですね。ありがとうございます。いや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 、そうそう、なんかすごい、もうなんかね、お聞きしているその人生 も、うん、もうエピソードだらけ で、ね、どこをお聞きしたらいいやらなんですけどなかなか波乱万丈なので、はい、ね、なんかでも映画になりそうですもんね。そうですかね、離婚するって言って、はい、でもだって、うん、そこから初めてご自身でお仕事するって言ったって、うん、今さらってスルーしましたけど、ね、多分女性大変ですよね、はい、そんな簡単に独立起業なんて、はい、今こそちょっとブームになってますけど、うん、なんかそれも大変だったと思うし、うん、でご主人様が別居したことですごい病気になられてしまったっていうのもね、はい、精神的にすごい大変だったと思うし、はい、ただだからこそ経済がやっぱ欲しかったんですよ、うん、主人、ずっと主人の給料でぬくぬくとね、うん、はい、暮らさせていただいてたことに感謝もできずに、うん、でそこに主人が、だから全て主人が教えてくれたじゃないですけど、うん、旦那さんが、もう旦那さんが病気になるまで、うん、多分私が気づかなかったということは、うん、もうここはちょっと私完全に感性の人間なので、うん、それはメッセージだと捉えてね、うん、私にそこまでして教えてくれたのかなって今では本当に思ってます。ご主人様が身を挺して、はい、うん、本当にそうだったの、もうこれでもかこれでもかって多分ね、上は私に言ってきたんだと思うんですよ、うん、うん、でその時にやっぱり大事な家族、うん、一生懸命働いてくれてたのに、うん、男はね外に出て働いてくれて当たり前とか、うん、そんなことで病気になるとかちょっと意味わからへんとかと思ってたんですよ、うん、当時はね、うん、でもやっぱり実際病気になって仕事に行けなくなって、うん、給料がね下がってっていう時に、うん、あ、私に経済がないとやっぱり、うん、俺はもう主人に頼ってばっかりだはいけないんだなっていうところまで教えてくれたので、うん、はい、
なんか全てこう用意されてたかなと思います。捉え方がね本当に素晴らしいんですけど、その捉え方は腸内環境が整ったからそういう考え方ができるようになったっていう、はい、それもありますし、周りの方のやっぱりサポートだったりとか、あのこうそういう時に教えてくださる風水の先生だったりとか、あとはちょっとメンターと呼ばれる先生だったりとかが同じことを言ってくるんですよ、うん、そうですね、はい、そうじゃないよっていうことを教えてくださって、こんなに言ってくるっていうことは多分私が間違ってんのかなっていうところがあって、それをちょっと素直にやっただけ、素晴らしい。でもそこが一番大事ですよ ね、 そうですね、素直さ、はい、しゅんこさんがお持ちだったから全て吸収できて、素直じゃなかったんですけどね、今もそういうところが泣きにしまうって感じですけど、はい、いやあの出会いだからその、うん、人にも恵まれておられるんですね。本当にそうですね、はい、それは本当にそうです。いや素敵ですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう今はねもう感謝感謝でラブラブな純子さんですね、はいはい、まあそんな日常ですけど、うん、そんな日毎日この今ね幸せな毎日の中でも、うん、はい、あれちょっとここはなんかな直してほしいわとか、うん、はい、そうは言ってもちょっと日々嫌なとこもあるわみたいなのありますか、はい、はい、それがですね全くないこれねそういった質問ねこうやって前もって事前にねご質問いただいてめっちゃ考えてみたんですけど、多分ね旦那さんは私に対して言いたいこと山盛りあると思うんですよ。いやもうここに出られる方みんなそうすごい、はい、謙虚でねごめんねと思うんですけど、あの私からは本当にないんです。さっき言った通り仕事がちょっとこうねあの時間が不規則な仕事をしてますので、すごく遅くなる日もあれば、あの朝から晩までいない日もあるので、帰ってきたらもうお風呂が沸いてる、はい、もう洗濯物がちゃんと入ってる、それを自分が帰ってからすることを考えると、まあもうそれしてくれるだけでも感謝だし、はい、ゴミ捨てももちろんねあの率先してしてくれとか、もうそういうところは聞いてるかなみんな聞いててほしい、うん、そういうところは本当に黙ってねしてくれるので、嫌味を言わないんですよ。だからしといたよとか、それがすごいなと思ってます。本当ですね、はい、もしかしたらその、うん、ご主人様ご主人様ね、うん、純子さんに救われたっていう思いがきっとおありなんでしょう ね、 うね、もうすごい傲慢でねエゴイストな人間、まあ、まだまだまあ未熟ですけど、まだ発展途上国中ですけど、まあ、少しずつ変わってきたから、そこはちょっと多めにね見てくれてるのかもしれないですね。いや、はい、素敵ですね。言葉がないです。恐縮します。いや本当に、うん、素敵です、素敵ですし、ボキャブラリーがなさすぎて、いえいえ本当に、ここにね出られる方みんなそうだと思うんですけど、ね、いやそうなんですけどね、はい、本当になんか本当類友で素敵な方がどんどんつながってくださって、はいはい、もうお仲間に入れていただけるだけでも本当に、いや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 、私もっと先にねご紹介していただける予定だったんですよ、うんうん、実はもう先っていうのはもっとあの、はい、後でね、後で、はいはい、そうですそうです、それが なぜか繰り上げに なしていただいて、そうなんですよ今日ね急遽ね、そうなんです、本当にこんなに早くね出演させていただけるなんて本当にあのびっくりしちゃって、いやもう純子さんありがとうございます、本当楽しみにしておりました今日は、ありがとうございます。こちらこそ、ちょっと私もあのときめいでドキドキしてます本当にあお蝶夫人ぴったりだなと思って、あうん、そしたらね、はい、あの今でも、うん、まあもうんうん、そうさっきねあのいろいろやってくれるんです、何も文句も言わずにさっとやってくれるんですっていうことをおっしゃってましたけど、はいはい、他に、うん、こう今でもすごいご主人様にときめくような好きなところってありますか。 あのね私はすごく感性の人って言ったんですけど、私神社仏閣がすごく、うん、あの落ち着くんですね、行ったら、だからなんかこう仕事でもちょっとこう忙しくなればなるほど行ってみたくなったりとか、ちょっと自分を見つめ直す機会がある時に近所の神社仏閣だったらいいんですけど、なんかわかんないけど遠くに行きたくなる時があるんですね。で私は急にこう思いつく人間なので、そんな時もちょっとここ行きたいんやわとかって言ったら、分かったって言ってすぐに車に乗せてくれて、はい、主人の運転で、もうちょっと今鳥肌がさっと行ってくれるんですよ。もうほんとすれば、うん、あの80年代のトレンディードラマ、90年代の ね、うん、なんかそういう感じでしたよね当時の男性像ってね、うん、そう、面倒くさいとか嫌やわとか全然興味ないのに行きたくないわとかって、興味ないんですよ主人あんまり。え、ほんと、はい、じゃあ2人でその長いドライブ自体を楽しんでくれてる感じですかね、うんうん、そうですね、はい、その間に、まあ、その今から行く神社の色合いとかね、あの意味とかっていうのを私がこう楽しく喋ってるのをふんふん聞いてる感じですかね。なん
かも。だからご主人様は純子さんにぞっこんですよね。ぞっこんかどうかはまあこっちに置いといてまあなんか多分もともと優しい人なのであんまりそこはね、はい、あじゃあ、うん、そのねよりを戻してどんどん仲良くなられてからは、はい、喧嘩みたいなことは全然ないんですか、うん、いやないですね。もう私も仕事も忙しいのもあるかもしれないんですけど、もうなんかあんまりこう私も争うことがもうやっぱりもう無理になってきて、争いから本当に何も生まれないの で、 そうです、ね、はい、もうあの自分に自分未熟やと思うことは受け止めて、あんまりそこを自分がのなんかこうゴリゴリ言うことはもう本当になくなりましたね。あそのこのイラってしたりすることありますか、うん、昔はもう本当に瞬間湧かしみたいにカッチーンってくる、多分子供たちが一番被害者だったかもしれないんですけど、次主人かな、はい、でももう今はなんかこれもきっとメッセージだなとか、あ多分私に今必要なことが今困ったことはね困りごととか自分に不都合なことは全てメッセージっていう風にちょっと捉えて、あじゃあそのご主人様 の、 そのいろんな言動に対しても特にこうイラッとするような瞬間はなないですね。あんまりも言い返すことも今はしないですね。分かったって言って気をつけるわとかいう感じで、あんま言ってくれてありがとうみたいな言ってくれてありがとう。もう全国のねご主人様がうわーってなってますね今。言ってくれてありがとう。いやもうね、はい、まあそれはやっぱり日々主人が手伝ってくれてるとかね。そうですよね。うん、そこがあるので。お互いのやっぱりね、はい。そこが前提でしょうねきっとね。そうですね。はい、お互い優しさをこう持ち寄るっていうことがやっぱり大切ですね。うん、そうですね。はい、感謝しかない。あそうそうそう、うん、なんかねそうドライブに連れてってくれる、はい、そうかそうか、そこがやっぱり一番なんかそういうご主人様の好きなところ、うん、そうです。興味ないですよ正直。興味ないのにもう持ち始めてるんじゃないんですか。あもしかしたらちょっとずつ気になってるかもしれないです ね、 ねなんか今日の神社どんな感じやろみたいないや、うん、感じかもしれないですね。もうその遠いっていうのは結構日本海とかの神社とかこの間は天の橋立てとかはい、かなりがっつり遠いですね。ちょっとごめん行けるみたいな感じで言ったらどこやねんって言うから、山の橋立てやねんけど、行ける行けるみたいな感じで、かっこいい、はい、言ってくれたんで、お浜の橋立て行けんねや日帰りでみたいな、はい、なんか運転もお上手なんですね。私がね正直そんなに上手じゃないので。めっちゃ上手そうなんでしょ。ほらほら系でね、めっちゃもうこんな感じで運転するじゃないんですよ。もうたどり着けるかしらみたいな感じめっちゃ可愛い、はい、そうなんですか。もうこんな感じなんですよ下手したら。もう道によってはね。なので、まあ、私の運転センスを彼は知ってるので、あ、まあ、こいつにはまたしとからへんなみたいな。その持ちつ持たれつもいいですね、はい、お料理はね純子さんで。あそうですね、うん、料理はね私に全部ね一任してくださってるので、うん、はい、はい、いやもう本当になんか平和なお二人のお話はいつまで聞いてても本当に楽しいですよね。やっぱりね幸せってこう波及していきますよね。でも遠見さんのところもそうですね。ねよくご主人がフェイスブックとかに登場されてて、うちが悪かったらねこれ説得力ゼロね。さすがにそれはねあのそうなんですよ。はい。そっかそっか、いっぱい優しさをお聞きしました。じゃあね、うん、あの逆にそのご主人様は純子さんのどんなところが好きっておっしゃってるんですか。いや、おっしゃってはないと思います。おっしゃったことを聞いたことはないですね。聞いてないんですか、はい、聞かないんですか。そんなこと言われたことないんですよ。どこが好きとか言わないんですか。言わないですね、多分あの男性だからね、本当にね血管だらけの人間なので怖いんでしょうね聞くのがきっと、うん、まだまだ発展途上ということで先ほどねちょっと言わせていただいたんですけど、まだまだ足りてないことが本当に多いんですよ私。うん、はい、それは多分いや、うんうん、でも聞きたくないですか。いや多分怖いんでしょうね、なんかこう答えなかったらねショックでしょう。なのでもうちょっとでも、まあ、今日機会にちょっと帰ったら聞いてみます。いや本当に、うんうんうん、大好きなはずですよ、うん、あんまそういう風な発想になったことがないので。はい、もう私みたいなねこんな人と暮らしてくれてありがとうぐらいの感じなので、別居したのに ね、 ねすごいです ね、 ですね。あ人ってだからこんだけ変われるんですね。変わります。町内が変わったら本当に人生が変わるっていうのは本当にその通りだと思います。はい、じゃあそのね、うん、遡ってまだこうお付き合いされてた頃はどんなとこが好きとおっしゃってたんですか。多分ね私ね誰とでもすごく仲良くなれるんですよ。
うん、だからその自分の友達とかね、主人の友達とかにもなんかこうあんまりこう何て言うかな、人見知りせずにどうなんこうなんみたいな感じですぐ仲良くなるから、はい、だからそういうところがご主人様は、うん、主人は良かったんだと思いますね。はい、人見知りされないんですか？あんまり大型なんで。え、お関係あるんですか？血液型だったんですか？人見知りって。え、大型の人間って結構、あ、本当ですか？結構、はい、あんまりこだわらないという、こだわらないという方あってるかどうか。そうなんや、はい、うちね、夫も娘も大型なんですよ、はい、人見知りどうなんでしょう ねで私よりはしないのかな、はい、お、あ、そっか、大型さん結構合わせることがしやすいと思います。まあ私だけかもしれないんですけど、なんか大型なのでっていうそのうん、なんかザクッとした理由で私人見知りしないってこう思い込まれてるのいいですね。はい、大型やから多分そうだなって感じですけどねはい、あんまり深く考えない。そういうところがご主人様は持ってないところなのかな、うんうん、そうですねきっとね。で、ご主人様は大型じゃないんですか？主人はね AB 型なんです。あー、また全然違うんですか？全然違うんですよ。だから相性としては多分あんまり良くないんだと思います。え、そうなんですか？ AB 型同点です。あ、そうなんですか？はい、そうだと思いますよ。なんか大型さんって誰とでも良さそう、うんうん、なんかそうなるでしょ、うんうんうん、まあでも主人がだんだん大型になってきてるかもしれない。ああ、それがご夫婦のいいところですよね、はい、同じもの食べてね、はい、同じような時を過ごして ね、はい、ね、はい、いやーめっちゃ素敵だな。そっか、はい、じゃあ、はい、最後に、はい、純子さんが思う、うん、はい、まあ、まあもうねなんかわかる感じもするんですけど、うん、純子さんが思う結構、はい、結婚の大切さとか、うん、結婚して本当に良かったなって思うこととかあったら教えてほしいです。いや、もう最近はもう生きてるだけで感謝やなと思ってて、特にまあコロナになって ね、もういろんなことがままならなくなって、で一緒にこうシェアして食事したりとか、まあ、うちはもう子供たちが成長して家から独立してるので、うん、もう完全に主人と二人なんですね。でこれ多分家で一人でご飯食べてるときっと寂しかっただろうし、うん、はい、でまあ、あの作るっていう、作って誰かにね作ってあげるとかっていうのがなかったら、うん、張り合いもなかっただろうし、うん、だからもう必ず食事はどんなことがあっても遅くなっても一緒に取るようにはしてるんですけど、うん、まあ、それだけが、それだけでも感謝ですよね。いや本当ですね、うんうん、まあ、もうだからお子さん独立されてて、うん、はい、まだこんなお若くてってことはもう人生残り半分ぐらいまだあるじゃないですか。そうですよね。で、そう考えると、ね、その半分を、うん、2人きりで過ごすわけでしょ。そうなんですよ。でってことはこのね、これが仲悪かったら地獄絵図ですよね、うん、そうですよね。コロナだし、あの、ね、家の中でね生活する時間が長くなる可能性もね、うん、今後もないこともないでしょうし、なのでまあ一緒にいる時間も、まあ私も仕事があるし、彼は読書とか、うん、はい、あの全然一人でこうゆったりする時間も取れる人なので、うん、手がかからないんですよ全然、はい、なのでこう僕を見てとか、ね、一緒にどっか行こうとかっていうのもあんまり言わない人なので、うん、全然めんどくさくない。それも多分、はい、あの長くこう一緒に これからも生きていけるっていう確信なのかなと思います。そうか、うん、一緒にお食事できる人がいるっていう、はい、そうですね、なんか一瞬なんだろう、うん、そんなにこう大きなことじゃなく感じるけど、うん、実は大きいです ね毎日必ず食事は取るし、はい、健康でね、うん、はい、あの美味しいものが美味しいとかいうことがこう毎日ね当たり前だけども、うん、当たり前じゃないことが今多くなってきてるので、本当ですね、はい、なんかそれをシェアできる人がいるっていう、うん、その時間ってめちゃめちゃ貴重、うん、本当ですね、はい、なんかもうすごい基本に返った感じがします。そうですね、はい、うん、本当そうだと思います。いや、美味しい美味しいって言ってくれるんですか？あ、そうですね、あの体にいいものを、まあ、メインで作ってますので、もともと自分の、ね、手作りの発酵調味料を使ってできるだけ添加物のない生活を心がけてるので、ね、素晴らしいですね。すごいって言いますね主人は、はい、そういうものを一切使ってないので。ご主人様はじゃあ今はもうご健康なんですか？はい、おかげさまでもう2ヶ月ぐらいで治りました。ねえ、すごいですよね、はい、なんか相当お悪かったんですよね、うん、相当悪かったです。2ヶ月、うん、3ヶ月ぐらい休職してましたので。ねえ、お仕事休まないといけないぐらい悪かったのが、はいはい、
純子さんのその手作りの、うん、料理だけで、うん、そうですね、お薬も取らないで、はい、お薬はもうその日で捨ててるので、ね、はい、そうお医者さんのお薬を純子さんが捨てたんですよ。はい、もうお薬はリスクなので、もうあの診断書が欲しかったんですよ、給食するために。あ、うん、でそれは取ったのを確認してあの主人が持ってきたものをしれっと捨てて、すごい、はい、でもそれは本当に覚悟と勇気というか、うん、あと確信、あ、確信があったからね。それはもう全然リスクの方が怖かったです、薬の、ね、はい、それを飲むとどうなるかも知ってたので。で、うん、2ヶ月で治るんだったら多分薬より早いですよね、うん、もちろんそうだと思います。薬は良くなることはないので、はい、言い切ってますもん。はい、そうです。それはもうやっぱりいろんなこと学ばせていただいて、はい、自分もいろんな体験談をいただいているので、人の体の中の水分は2ヶ月から3ヶ月で変わりますので、はい、それをただやっただけですね。はい、じゃあちょっともうちょっとね、その純子さんのお仕事のお話お聞きしていきたいと思います。もうあのご夫婦のお話はねもう完璧なので、はい、もうお聞きすることがないぐらい完璧なので、うん、ちょっとあの純子さんのね、はい、先からお話しされてて興味津々の2ヶ月で病気を治してしまう、お薬を捨ててっていうね、うんうん、はい、お話をちょっとお聞きしていきたいと思います。純子さんお持ちいただいてる写真を、はい、ありがとうございます。はい、まずはこれですね、はい、もう本当に華やか。これはどんな活動の、写真ですか。はい、これはあのミネラルフルーツ発酵ドリンク教室といいまして、あのフルーツをてんさい糖を入れてあの発酵させて3ヶ月間振って発酵させていくんですけれども、はい、その教室ですね、一番左上が。その下も、自宅でやってる、私自宅の方であのサロネーゼっていう自分のことを呼んでるんですけど、自宅とかね発酵をお持ちの方にあのこうやってお教室をしていただいていただけるような、まあ、ちょっと働きかけもしておりまして、女性支援の純子さんのサロンで、うん、その純子さんから習った方がお仕事ができるってことですか。はい、そうですそうです、ご自身でもお仕事をしていただけるような、ちょっと女性の支援的なことも今させていただいてるんですね、うんうんうん、で、まあ、そこにあの、まあ、私ももちろん講師として活動してるんですけども、うん、まあ、下に2枚はあの手作りのみりん教室、みりん、はい、みりんをご自宅で作っていただくような、まあ、発酵食品を中心に、うん、もうあの何でもかんでもあの発酵食品は簡単に手作りできるんだよというところを本当は若いお母さんたちにねお伝えして、うん、あのお伝えしたいので、まあ、そこになるまで今、はい、努力しながら広めています。でも本当にたくさんの方がね、うん、はい、興味持って集まられているのが分かりますよね、はい、来てくださってますね。本当にやっぱりお母さんたちご家族のやっぱり健康、うん、まあ、自分の健康もそうだけど、はい、そうですね、やっぱりこうなんで愛発信ですよね。はい、台所からの健康をということで発信しています。いや素晴らしい、はい、次の写真いきますか、はい、こちらです。めっちゃ美味しそう、はい、そうなんです。これはあのミネラルっていうね、あの微量だけれども私たちの人の体に足りてないものを使って農薬のお野菜の農薬を低減したりね、そういう化学物質を分解したりしてあの作るあのお料理教室をちょっと私の方で、はい、させていただいてて、あの今ちょっとこれはあの去年のクリスマスをテーマにしたあのびっくりドンキー風ハンバーグっていうのを、はい、安心安全な調味料を使ってご家族に食べていただくっていうのをちょっとあの私の方で提案してさせていただいて、それを皆さんで作っていただいて皆さんで試食してる風景ですね。で右上はあの今私あの開運とかね、それこそ言霊っていうことをすごく大切にしてて、うん、やっぱり運も自分で掴んでいかないといけないし、うん、開運は自分でできるっていうふうに私は思ってますので、うん、今風水の先生とあの根川真偽さんっていうね、うん、風水の先生がいらっしゃるんですけど、その先生ともう3年ぐらい風水ランチ会っていうのをコラボさせていただいている時の、まあ、出てるお料理の、うん、私がちょっと料理を担当させていただいてますので、完全にあの殿下の、はい、お料理を提供させていただいているあの写真ですね。お料理のなんかすごいたくさんの方が集まられてるんですけど、純子さん一人で作られるんですか。一人で作ります、あのランチ会は。すごい、はい、そうなんですよ。4人家族がね12人とかの料理を作るので、いやすごいですね。最初はやっぱりすごくあのプレッシャーだったりとか負担だったんですけど、やっぱり皆さんの喜ぶ顔とか笑顔が浮かぶとね、
やっぱりこうやりたくなるんですよね、やっぱりね。素敵。はい、なんかこうできないかったことができるようになったというか、はい、チャレンジすることがこの仕事は本当にできたので、なんかできなかったことができるようになったっていう言葉はすごく勇気、そうですね、聞いて、なんか純子さんだからできるんでしょっていう、うんうんうん、あの声って多いと思うんですよ。そうですね、全然そうじゃないんですよ ね、 なんかそういうお声もまたすごくたくさんの方が勇気になるかなって、うんうんうん、やってくださったらいいですね、はい、あとさっきちょっとあの、化学物質を低減するお料理っておっしゃいましたよね、はい、なんかすごい、どういうこと？と思って、はい、あのミネラルっていうものがそういう農薬を低減したりとか、はい、そうなんですか、浄化をする能力があるんですね。そうなんですか。私そこがすごいと思ってこの水を使い始めるきっかけになったんですけど、あの子どもたちがちょっと病弱で、それこそあの薬がリスクだって分かってたんですけど、特に娘がすごく強度の喘息で小さい頃から薬漬けだったんですね。でそれをちょっと排毒してやりたいっていうふうにちょっと思って、体の中の浄化をあのさせるためにあのこの水を取り入れたのが実はきっかけなんです。そのお水がミネラルを含んだお水ってことなんですか？そうなんです。ミネラルがすごく濃いお水につけるとそういう反応が出て、それをこう実験でお見せしたりとか食べ比べしていただいたりして、ちょっと確信をつかせていただいてっていうところ、現象として、ね、見せさせていただいてっていうのを、まあ、ランチ会だったりとかお料理教室だったりとかで体験していただいて、でそういったものに興味がある方とか、本当にご家族の健康を願っている方に向けて、はい、発信をさせていただいています。へー、はい、化学物質が低減するお水ってことですね。そうですね、はい、すごい。じゃあ、次の写真ですね。はい、これもその延長の写真なんですけども、私はあのできるだけ調味料を手作りっていうのをちょっと私はあの熱心に広げさせていただいてるんですけども、これがそれなんですけどね、はい、あの野菜ブイヨンっていう教室なんですけれども、例えばあの無添加ブイヨンとか無添加コンソメって実は書いてるんですが、全然無添加ではないんですよ。嘘っていうことですか？そうなんですよ。もう表示しなくても OK とか切り抜ける手段がすごくあったりとか、そこをちょっとあの勉強されると、あ、これはおかしな添加物だなっていうことはどんどん見えてくるんですね、その表示を見ていくと。私はもう表示マニアでして、あのスーパーからなかなか出れないんです。もうずっと表示ばっかり見てて。確かに難しいですよね、難しいんですけど、あ、これがあかんねんなっていうのがもう大体わかるので、そういったものがほぼほぼ入ってるんです、調味料の中には。焼肉のタレだったりとか、はい、そういういろんなものが今簡単に作れますのでね。でその簡単に作れるものの中で、その野菜ブイヨンとか玉ねぎ麹とかね、トマト麹っていう麹を使った発酵調味料があるんですけど、それを使うことで、その無添加って書かれてるけど無添加じゃない元たちをの代わりができる。なるほど、はい、美味しそうですね。もう麹使ってるって聞いただけで。そうなんですよ。あのそれもお母さんの手で作るので、常在菌が必ず入るから、家族の腸内にとってもいいものができるので、それがすごいなと思ってて私が、だからすごくここは熱心にお伝えさせていただいてます。その表示をしなくてもいいものがいっぱい入ってるってことなんですね、はい、そういうものもあるんですね、中には。はい、これからもっと増えます。あの食品の表示もどんどん変わっていきますので。そうか、いや勉強になりますね。ありがとうございます。はい、じゃあ、そういった本当に健康とかね、ご自身を変えたいとか、口から取るものとか、そういうことにご興味がある方はね、ぜひ純子さんとご連絡取っていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。さあそろそろお時間になってきましたね。あっという間なんですよ、はい、あっという間でしょ。本当にあっという間でした、ね、待ってる期間の方がすごい長くて、はい、はい、今日もためになるお話がいっぱいで本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日は、そういうあの発酵の力とかミネラルの力でね、はい、たくさんの方を幸せにされている奥中純子さん、ゲストにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回もまた本当に素敵な方にお越しいただく予定ですので、はい、ぜひご覧ください。今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。さようなら。